はい、皆さんこんにちは。クニキンです。今日はかまど神社に行きたいと思います。三社参り、いつも大牟田で三社参りするんですけど、今回はちょっとあの有名なかまど神社に行きたいと思います。太宰府の方ですね。で、大牟田からだいたい1時間半ぐらいですね。その道中頑張っていきたいと思います。そこで参拝して、ちょっと絵馬があったらですね、絵が得意なんでね、ちょっと絵をチラチラと書いて YouTube 登録お願いしますっていう、お願いをしていきたいと思います。まあ時間を避けてですね、コロナ対策で時間があまり込まない時間に行きたいと思います。昼からですね。はい、それではレッツブラボー、クニキングチャンネル。
鹿鍋。そうそう、だけ。近くに。
チャンネル。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。ホーマンかまど神社どうでしたか？素晴らしいでしょう。九州の太宰府に来られたらぜひお越しください。はい、次回動画に。そう、あの煉獄さんが溝口少年と言った神社に行きたいと思います。溝口かまど神社に行きたいと思います。次回動画でアップしますので、皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは皆様、バイ、ありがとうございました。